朝鮮民主主義人民共和国の国旗は、朝鮮民族の伝統色とされる青色と赤色を基調とし、白い円と日本の白線、及び赤い星を配した旗である。建国に先駆けての1948年9月8日に制定され、1992年に細部のデザインが変更された。北朝鮮国内では、 自国のことを一般的に共和国と呼ぶことから共和国旗と通称されるが色や衣装から愛好色旗あるいは暮れない愛語覚成旗とも呼ばれる一方で南側では人民共和国旗を略して人とも旗と呼んでいるかつての冷戦時代には北海旗とも呼ばれていたが朝鮮統一に向けた南北対話の流れが本格化してきた1990年代以降は あまり使われていない。構成図立て形容用の国旗国旗の構成要素は、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法第7章第170条で規定され、詳細な制作方法は国旗法によって規定されている。朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法第7章第170条、1986年に日本で出版された。 書籍、朝鮮を知る時点にて、朝鮮史の歴史学者である、梶村秀樹は、赤い星は、共産主義に向かう未来を、中央の赤は、人民の不屈の精神と力を、上下の青は平和ないし国際連帯を、白い縁と二本の線は、巧妙、正常を尊ぶ、民族的特質を象徴していると解説している。一方、北朝鮮国営ポータルサイトネナラでは、 国旗の各部が持つ意義について、次のように意義付けを行っている。オリンピックや国際連合用には、縦横比に3の修正版が使われる。また、五芒星の頂点が、真上と左右対称に来るように角度を18度、調節した縦長形容用もあり、2012年ロンドンオリンピックでも、縦長形容用が併用された。あとに、 朝鮮民主主義人民共和国の国土となる北朝鮮では八百八十三年に李氏朝鮮が対極期を国旗と定めてから九百四十五年の第二次世界大戦終結後にソ連が占領統治を開始するまで南朝鮮と同様に対極期が扱われていた。日本の降伏後、米国との取り決めでソ連占領軍は北朝鮮を軍政下に置いたが、 その際に占領当局は朝鮮人民共和国の地方組織である各地の人民委員会と協力関係を築いた。そのため対局期はソ連軍占領後、さらには北朝鮮臨時人民委員会樹立後も朝鮮人民共和国からの流れで朝鮮人の組織の旗として遅くとも1948年まで使われ続けた。このことは 朝鮮の連合国軍占領時代に撮影された写真から確認することができる。一方で、共和国旗が国旗として制定される経緯に関しては、具体的な情報が北朝鮮からほとんど入っていない。北朝鮮の公式ポータルサイトネナラでは、国旗にまつわる話として1948年2月、初旬に完成した共和国旗の原案に対し、 金日成がデザインの修正を支持した逸話を紹介しているが、対局機に代わる新国旗を誕生させた理由や共和国旗の制定日及び対局機が使われなくなった時期については明らかにされていない。確実なことは、1948年の北朝鮮建国後は朝鮮民主主義人民共和国憲法第102条で現行の共和国旗が国旗と定められ、 北朝鮮政府が対局旗を北朝鮮で一切使用していないことである。憲法における国旗の規定は1972年制定の朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法に引き継がれ、その後も改憲でも修正されていない。また、北朝鮮政府は1992年10月22日に国旗の政策と使用、形容、保管方法を定めた。 国旗法を制定し、以後数字の改正を行っている。北朝鮮では、慶応の他に、モニュメントやマスゲームの模様等などでも、国旗デザインが使用される。一方の韓国では、国家保安法第7条により、原則として慶応が禁じられている。ただしオリンピックなど、国際スポーツ大会等の場においては、国際慣例に従い。 必要な場合に限って、例外的に認められている。国旗自体は、パブリックドメインのため、日本や中国などのオンラインショップで販売されている。ただし、規制工業製品のため重要比に、3の修正版が主流となる。北朝鮮の国旗は、公的機関が使う一部の旗、紋章にも、デザインとして流用されている。例えば、北朝鮮オリンピック委員会の紋章には、 国旗がそのまま組み込まれており、国務委員長の旗には衣装化された国旗が描かれている。また、朝鮮人民軍兼朝鮮人民軍陸軍の旗は国旗をアレンジしたデザインとなっており、人民軍内に設置されたこの絵体の大気や社会主義、愛国青年同盟の旗には国旗を連想させる衣装が盛り込まれている。 2012年7月25日、ロンドン五輪女子サッカーの対コロンビア戦で、大型スクリーンでの北朝鮮選手発表の際、国旗の部分に誤って、韓国国旗が表示された。これに対して北朝鮮代表側は、大会組織委員会に抗議し、選手がピッチから一時引き上げる事態となったが、最終的に委員会側が謝罪したことで、約1時間遅れで、 キックオフとなった。ありがとうございます。